4月からの新学期、子どもたちが習い事を始めるにぴったりなこの時期。しかし令和の時代、新しい習い事が誕生しています。そこで子どもたちの習い事最新事情を調査します。キック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 、そう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 、キックキック、思いっきりキック、カニ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 、そう、アリオさん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 。江津湖公園で開かれている習い事はビーマスポーツ熊本校。早稲田大学の広瀬教授と前橋教授と共同開発したビーマスポーツは、最新のスポーツ科学と21世紀型幼児教育学を融合した総合キッズスポーツスクールです。特徴について大きく分けて3つございます。1つ目が総合スポーツプログラムというものと、2つ目、非認知能力開発プログラムで、3つ目がですね、パーソナルスクールモデルというものになっております。総合スポーツプログラムは7種目以上のスポーツを年間を通して実施。3歳から10歳の子どもは特定の競技を行うよりも、さまざまなスポーツを総合的に行った方が運動能力が高まりやすいと言われています。非認知能力開発プログラムはコミュニケーション能力や課題解決能力などを伸ばし、パーソナルスクールモデルとして2人から5人の生徒に対して1人のコーチが指導するスクールとなっています。4月に小学校に入学する宮下宗志君は入会して4ヶ月ですが、運動能力が上がっているそうです。いや、本当に最初はなんか走り方もこう軸が定まってないというか、がもうここ最近遠くから走ってくる時がもうまっすぐ走ってくるし、体幹がついて、あと体力もついてるなっていう感じがしました。ビーマスポーツ熊本校は毎週木曜日に年少年中コースと、年長から小学3年生までのコースがそれぞれ1時間ずつ開かれています。はい、じゃあ次オレンジに行きたいけど、わーむずいね、どこがいい？おお、じゃあリカッパここに行こうか。はい、オッケー、お、いいね。はい、じゃあ次、じゃあ宗志くんちょうどオレンジだ、オレンジにキックしていきます。はい、止めて、オッケー、じゃあリカバここにいるから、はい、パスしてください。はっはっ、入らんかった。はい、来て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 、はい、じゃあ緑に、いいゴール。今日のサッカーは面白かったですか？うん。どこが面白かった？蹴るところ。今日上手に蹴れましたか？宗志くんが入会したきっかけは、お母さんが幼稚園の運動会の時に運動が苦手かなと思ってからだそうです。なんか一番感じているのが心の成長といいますか、運動が大好きになりまして、なんか親の成長もあります。最初はなんか、うん、嫌だなみたいなっていう気持ちもちょっとあったけど、もうなんかもう駐車場から走って私を見つけて走ってきてくれるくらいに成長してくれているので、やはりこの楽しいとか、安心できる場所とか、そういったところがないと子どもたちもなかなか生きづらかったりとか、ここで学びたいんだみたいな意欲っていうのが出てこないかなというふうに思いますし、一緒に楽しみながらできるようにっていうふうのを心がけていますね。熊本市中央区唐島公園のすぐそばにあるキックスクレファス、プログラミングを学ぶスクールです。レゴブロックで動物だったりロボットを作り、それをプログラミングで動かすというのが、うちのプログラム教室ですが、ただ作って動いて楽しかったねっていう教室ではありません。プログラミング、レゴブロックの制作を通していろんな力を身につけていただく教室です。熊本校のキックスは年中から小学2年生まで、クレファスは小学3年生から中学3年生までの生徒が通っています。うん、うん、あら長いね。だってこれさ、喉が改造したもんね。ああ、じゃあちょっとまずここの長さを変えないと。うん、だからちょっと待って。うん、はい、ちょっとやってみて。ここで、うん、結びだから、お、
お、ああと長瀬は教材にレゴブロックを使うということが入校する決め手になっているようです。レゴで何かを作ったりとかブロックで何かを作るがすごい好き。でも集中力がちょっとはついた気がします。その自分でいつも何か面倒くさいっていうことが多かったんですけど、これをする上では面倒くさいって言わずにコツ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 ちゃんと一個ずつ失敗してまた一個戻してをこう順序立ててすることができるようになった。あのレゴがもともと好きで、よく家でも作ってたんですけれども、プログラミングをちょっと軽くあの勉強してたら楽しいかなって思って、もうでも失敗するのもなんか勉強だよねっていうのは言ってるんで、あのすごい学びもあるんじゃないかなと思います。その後この日クレファスではプレゼン学習ということで発表会が行われていました。特徴は一周した後にご了承します。次はセンサーの説明です。カラーセンサーをライントレースのために使っています。そしてスタートエリアからペットボトルを回収して戻っていってメモリを動かしてスタートエリアに戻るというプログラムになっています。そして子どもたちが作ったロボットをプログラミング通りに動かしてそれぞれのミッションを遂行します。いた、おー、よっしゃ、やったー、ありがとうございます。子どもたちにとってこのような成功体験が次の学びにつながるようです。できなかったら次はこうしてみたり次はこうしてみたりっていうところが面白い。2020年度から思考力、判断力、表現力などを育むことを目的に小学校でのプログラミング教育が必修化になりました。学校の勉強では1回で正解しないとそれは間違い×ってなりますが、プログラミングの世界は、例えばここからスタートしてここがゴールですよ、ここで止まりなさいっていうプログラムを立てるときに、例えば5秒で短い、7秒で長いっていう失敗があって初めて6秒で正解かなっていうのが見えてきます。ですから失敗して正解にたどり着く、ここのプロセスをお子さんたちにトライアンドエラーを繰り返すことによって近づくんだよ正解にってことを知っていただきたいと思います。